もう一回読みます。独立起業の予定があり、副業でネット販売の事業をしている。売上が予想下回った時いつもパニックになる。これこのままで本当に大丈夫かと、もう一人の自分が出てきて冷静な判断を奪ったり、心が乱れて手が止まって何もできなくなる。このもう一人の自分を消したい。いつも大事な局面で出てくるもう一人の自分を何とかしたいと、まあこういうことです。で、ね、まあ皆さんどうしますかって話なんだけど、ね、全体論をいつも忘れないでくださいと。で、葛藤が出てきたらちゃんと両方を扱ってあげる、両方の自分に椅子を与えてあげるっていうことをしてくださいね。で、クライアントがまずはね、もう一人の自分を消したいって言ってることは受け入れてあげてくださいね。これ対人関係と一緒ですよ。あのパートナーでね、あの授業やってるとしてください。この人がね、あの2人いるので、社長である自分が頑張ってるので、売上が下がるの。そうするとこのままの自分で大丈夫かっていうビジネスパートナー、このままの会社で大丈夫かっていうビジネスパートナーが出てくるわけで、そいつが絡みついてこの人動けなくなっちゃうの。だからもうこいつ会社辞めてもらいたいと思ってんのでしょ。こいつがいなかったら大変な状況でも頑張れるのに、こいつが出てきて大丈夫か大丈夫かって言って、こいつのせいで自分まで動けなくなっちゃうから、こいつのこと辞めさせたいと思ってんの。リアルな会社だったらいいですよ別に。あのまあ、もちろん一緒にやりたいんだったら共有ゾーン見つけてってすればいいけど、こういう状況でなんか無理に共有ゾーン見つけさせて頑張らせる必要もないんですよ。本当はどんな会社にしたいの、で、あの、でどんなことやりたいの、でどんなメンバーとやりたいの、でもこの状況どう思うのと、あ、なんかこれ以上この人と頑張んなくてもいいかもな、だったらこの人を必要以上に傷つけたりとか困らせないような仕方でこの人とうまく分かれていくってことを考えればいいんですよ。他人だったら別にこういう局面で全部共有ゾーン見つけなきゃいけないって話じゃないですよ全然。マネージャーもね、なんか人事に関して権限があったりとか、なんかやれることがあるんだったら、実はあの共有ゾーンすごく見つかりにくい人と頑張るっていう選択肢もあるけど、あの本人がもう少し気持ちよくやれそうなとか、うまくやれそうなどっか場所に移れることを応援してあげたって別にいいわけですよ。あの別にコーチングはなんか何でもかんでも共有ゾーン見つけて本人に頑張れって促すわけじゃないから、これ昨日言いましたけどね。でだからこのケースだったらもしかしたら辞めてもらってもいいかもしれない。でどうしてもこれをこの人辞めさせられない事情があるんだったら、なんかどうするって言ったら、この人にお前そういうのすんなすんなって言っても、この人には何か目的があったりとか何かがあるからそれをしちゃうんですよ。で、すんなって言っても絶対にしてくるんですよ。だからさっきの話と一緒で、この人に対してお前ふざけんなとか来んなとかそれおかしいだろって言っても、絶対にこの人辞めないんですよ。その行動はやめても別の形で何かしてくるんですよ。そこに隠された目的があるからっていうのが目的論の考え方なわけです。問題があるんじゃなくて、この人には問題があるんじゃなくて、この部分、この人には何かの目的があるからこれをやるんだと。で、その目的に気がついて、それを満たす方法とかっていうのを見つけていきましょうねっていうのが目的論の考え方で、複数の人間間でとか自分のいろんな部分間でそういうそれぞれの目的に気がついて、でそれを共有できるような枠組みで見つかったら協力できますよねっていうのが全体論の考え方なわけです、ね、でなんですよ、自分の中じゃないですか。もう一人の自分が右腕の中にいて、それから出てこないんだったら、ああこっち左腕だ、何も分かんないね右腕の中に出てこないんだったら、あのもうしょうがない、もうこんな苦労するんだったら右腕切り捨てるかって、リアルに切り捨ててポイってしたらもう出てこなくなるみたいなのが、もう一人の自分だったら切り捨てられるじゃないですか。でも絶対にそうならないんですよ。どこを切り捨ててもダメなんです。全部にいるから、その自分は。だからもうこの自分とは実は仲良くするしかないんです。仲良くするしかないけど、仲良くしろって言われても本人は苦労してるから嫌じゃないですかね。こいつともうやっていくしかないんですと、どうしてもと、やめさせられないんですと、まあある事情、読んどころない事情でどうしてもって言った時に、でもこいつを消したいんですね、無理じゃんって言ってもでもなるじゃないですか。だからさっきの受け入れの連鎖で、でもっていう気持ちも含めてまず一生懸命聞くっていうことです。どれだけ辛いか大変か、どんだけ足引っ張られて苦しい思いしてるかとか、嫌かとか辛いかっていうことをいっぱいいっぱい聞くわけです。だしポジションチェンジすればいいんですよ、こういうので。文句言わせるわけ、もういい加減にしろよとか、ふざけんなよとか、俺の邪魔すんじゃねえよとかって、とにかく出させるっていうことです。でそれは何かって言ったら、こっち側をこうす、ね、言わなかったことを言わせてすっきりさせたいし、その奥にある本当の思いを出したいから、でこっち側に入ってみる、でふざけんなとかいい加減にしろとかなんとかっていうのを本当に体験させたら、この人にちゃんと言い分が出てくるんですよ。
で、それを信じてやるっていうことなんです。でね、これどこでやるかな、デイ15でちょっと似たようなことをやるかもしれないけど、ポジションチェンジと一緒なんですけどね、こういうことをやるんだよ。おさむちゃん、ちょっと来て。うん、でコーチだとして悩んでるクライアントだとするじゃないですか。で、その時にね、例えばこういうことをやるわけで、行きたい方向をね、例えばミラーあっち行きたいですとするじゃない。で、自分の足引っ張ってる自分とか邪魔する自分がいるじゃないですか。それがどんな感じで自分のことを邪魔してるのかっていうのを本人に教えてもらうわけで、例えば後ろからこう歯がいじめにされてる感じがしますとね。でこういう状態作っといて、本人に前に進ませようとするわけ、進もうとして、そうそう、でこうやって邪魔されるわけですよね。でなんて言いたくなるって本人に言わせるわけで、これが要は体験させてるっていうことですよ。進みたいのに邪魔されるっていうのに対して本当にどう思ってんのっていうのを体験させながら言わせるわけ。邪魔すんじゃねえよとか、なんとかかんとかって言わせるわけで、俺はこっち行きたいんだよとか、なんとかかんとかってやるわけね。でどうするかっていうと、これ役割変えるわけです。役割変えるので、お前ふざけんな、邪魔すんじゃねえよっていうのをここでやってみるっていうことね。でその時にやられながら、どうして止めてんの、なんて言いたいのっていうのをこの人に喋らせようとするっていうことです。そうするとこのパニックだのなんだのっていうのの本体が、なんで止めようとしてんのかとか、いや無理だからやめろよとか、もう怖いよとか、こんなの絶対うまくいかないよとか、なんか喋り始めるわけですよ。そんなことねえよと、お前が邪魔しなかったらうまくいくんだよっていうのをまたこっちが言いながら、でこっちが何て言うかで、お互いの気持ちっていうのを出していく。だからポジションチェンジでもいいし、まあもうちょっと工夫して今みたいなことをやってもいいし、そういうことをしながら、とにかく、あ、両方がこんな気持ちなんだと、でその奥にある思いっていうのに気がつかせようとするわけです。もっと安全に行きたいんだとか、リスクを負いたくないんだとか、で本当に怖いんだとか、で自分の中にですよ、あ、おさむちゃんこっち座ってもらっていい？すごく能力もあるし、自信もあるし、夢とか希望とかあって、結果も出せるし、でもっとやりたいという夢を描いてる自分もいるんですよ。で自分の中に過去の体験から、いやでもこんなのって難しいんじゃないのとか、なんか失敗したら大変なことになるよとかね、前みたいになったらどうすんのとか、絶対にね、みんな応援してくれないよとかって思ってる自分もいるんですよ。で本心を聞くわけで、あ、そういうふうに思ってたんだと。でこの人がじゃあ本当はどうしたいのって、いやもっとみんなに理解してもらえるような形でやりたいとか、先が見えてる形でやりたいとか、あ、そういう思いも自分の中に一部としてあったんだなと。でこれがですよ、ブレーキだって時には必要じゃないかって話とつながるわけです。アクセルしかなかったら、そういうとこ全く気がつかずに突っ込んでいくわけですよ。ちょっと臆病な自分かもしれないけど、こういう自分がいるからリスク管理ができたりとか。皆さん、その新車を買ったらね、ブレーキ邪魔だから捨てますかと、アクセルだけあればいいからと。危ないでしょ。ブレーキとアクセルと両方あるから進んでいけるわけなんだから、あ、そうかと、自分にはすごいアクセルもあると、でもちゃんと気がついて必要な時は止めようとするブレーキもある。でこの人のことを受け入れる、もう一人の自分がいるわけ、主張してるわけ。社長危ないですよって、そんなことやってて、こういう場合どうするんですかって、その時に、うるせえ、お前なんかいない方が進めるんだよの方が一瞬進むかもしれないけど、あ、そうか、ありがとうって、じゃあどうしようか、あ、じゃあこういうやり方だったらいい、で俺もっと進みたいと思うんだけど、どうしたら安全に進めると思うっていうのを、この人と協力しながら作っていくってイメージを持たないと、この人は協力してくれないんですよ。もう一回言いますよ、切り捨てていいんだったら切り捨てりゃいいじゃないですか。でも切り捨てらんないの、自分のことっていうのは。だからもう切り捨てられたらいいのに辛いよねって。でこの人のことを理解して、なんか折り合いつけるしかもしないんだったら、だって今までだって何度も何度もこうなってるわけですよね、このケースはね。でそうなんだったら、もうこの人のことを少し理解するっていう別の手法を試してみようぜっていうところで、なんでこんなに邪魔してくるのかな、その奥には何があるのかなっていうことをやってみたい。でもいきなりそれやろうって言っても乗ってこないから、この人がやりたそうな、とにかくもうお前なんか消えちゃえとか、なんとかっていうところを使って、ひたすらそれをやってみるっていうことですよ。で、でそういうふうにしてうまくいけばうまくいくだしね。で少なく、まあ、うまくいかなくてもとか、どっちで終わっちゃっても、その、ね、死ねとか消えたいとか、消えろとかって思ってたりとか、苦しんでるんだっていうのを本当に自分が気がつけて、そうだよね、そういう中で頑張ってきたよねで、言ってみてどうとか、でもう少し何かね、自分が楽にとか気持ち穏やかに生きるためには、なんかどんなやり方したらいいのかなとか、で
いや別に治らなくたっていいんですよ、またでもそういう状態になったらなんかもうちょっとねしばらくおとなしくしてた方がいいんだと思いますとか、まあ、もしくはねなんかこういうふうに言ったらちょっとすっきりしたからまたそう言ってみるのもいいと思いますが、何でもいいわけ、別に劇的に変わんなくても少しでもその人が楽になる方向で、もしこれが続いてねなんか全然こことも対話ができないし苦しい状況が続くんだとしたらですよ、でもうそれを前提としながらもなんかこううまくビジネスを少しでもやっていけるような方向性っていうのを作っていくしかないよねと、もうここ変わんないもんねってことなんですよ。だしもしくはそういうのがすごく得意なカウンセラーだとかなんだとかとこう助けてもらいながらその部分だけはその人とは使ってもらうみたいなことだって別にできるんですよ。で自分でやろうと思ったらこういうところをすごく丁寧にやりながら関わっていくということだし、こうガンって変わることもあればちょっとしか変わらない、まあ、少し気持ち楽になりましたとかなんかっていうこともありかもしれない。でもう一つのアイデアね、これも覚えておいてください。パニックになるとか怒りが抑えられなくなるとかすごく極度に緊張するとかっていう時には意図的にその状況を作ってその中にいるっていう練習をしてみるっていうのも一つ、面白いやり方ですから。でこれはね卒業生でね素晴らしいピアノの先生がいてね結構本当に、まあ、優秀なお子さんたち来てるしいっぱい素晴らしいピアニストを育ててるんですけどね、その人が教えてくれたの家のねピアノでとかねレッスンのね部屋のピアノを弾いてる時とねコンサートホールでね舞台の上でねすんげえ高いピアノ弾いてる時とね聴衆がいっぱいいて同じ状態で演奏できる人なんか誰もいませんよっていうことなんです。多かれ少なかれみんな緊張するんですよって。で大切なのは緊張したりとか手が動きにくくなったりとかってしてもちゃんと弾けるとか動けるっていうことを知ってるっていうことですと。体調悪い日だってあるでしょって、それでもその中でもちゃんとやれるっていうことを自分で分かってるしその練習してる人はできるんですよって。だから緊張するっていう人にはどうするかって言ったらレッスン室の中で緊張状態作ってもらってその中でもちゃんと弾けるんだっていう体験をしてもらうんだっていうわけ、同じことですよ。だからすごい怒る人にはすごい怒ってもらうわけ、もうコントロールできないぐらい意図的に怒ってもらうわけで、あこんな風に怒ることもできるし、あ怒り方を変えていくこともできるし、10点満点怒ってるところから少しだけ9点ぐらいに下げることもできるし8点ぐらいに下げることもできる、で今まで怒った10点よりも12点ぐらい怒ってみることもできる、でそういうことやった時にあなんだと、今度なんかパニック的に怒っちゃったとしてもあこういうふうにしたら少しだけ楽になることもできるなとか、あ怒りながらでも少なくとも外に出ていくことはできるなとか、別の行動を取れるなっていうことを体験させるっていうことですよ。だから逆に言うとその真っ白になったりパニックになったりなんだりかんだりっていうのをもう一回リアルに再現しながら、でどうしたら少しそれをコントロールできるのかなとか落ち着かせることができるのかなとか違うモードに切り替えることができるのかなの実験をしていくと、なんか目的が分かるみたいなところにはいかないかもしれないけど、この自分との折り合いのつけ方とかコントロールのつけ方は分かってくるっていうことですよ。であそうなんだと、そういうこともできるのかなと思ったら、まあ、実験項目の一つとしてどっかの引き出しに入れといてくれたらなということです。はい、隣の人と感想です。どうぞ。